さあ始まりましたリトルバスターズ R、 早速戦いからいきましょう。タタタタタタタリラリラー、じゃじゃん。はい、じゃこれせーの、ぴょーん、じゃバトル。ともえちゃんと俺が、はい、トークバトル。わー、なんかジャッジ来たーっていうのがなんかみんなのジャッジの時のあれになってますよね。そうだね。よし、じゃあみんな引け、俺がジャッジしてやろう。上手にジャッジ回るもんだね。そうだね。はい。ほい。さあ、自分のお題から発表していきましょう。はい。ヤスミンから。はい。ラジオネームリトバスを見て筋トレを始めたさんからもらいました。おいね。神になったら何をしたいか。おー、いいお題ですね。はい。じゃあ、緑川さん、どうぞ。ホワイト LO さん、うん、からので、お題は、あの子ちょっとイケてるじゃないって思う仕草でお願いします。なんかすごいお題が複雑になってきたね、だんだんね。そうだね、うん、単語とかじゃなくなってきた。よし、みんないいですか。俺前回負けたじゃん。はい。で、はい、この後も嘘をつき続けるって言ったんだけど、言った、まあ、その姿勢は貫きたいと思うんだけれども、はい、なんだろうな、ちょっと張り詰めていた糸が切れたので。張り詰めてた、伝承してたからね。そうそう、今までずっとね。むしろちょっととここで別な方向の修行に した方がいいのかな。修行、肩肘張って、はあ、こうしようっていうんじゃなくて、はあはあ、別な方向から行って、はあ、連勝街道をいつか走ろうかな。うわ、そのための布石を。怖いわ、緑川さん。もう成長しなくていいのに何成長しようとしてるんですか。いや、ほらこっからまたすぐ行くのも疲れちゃうじゃん。あ、ちょっといろいろこう模索してみようかなっていう、はい、試行錯誤しながらね、はい、よし、じゃあまずはじゃんけんで先行後攻決めていただきましょう、はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、負けた。じゃあ俺後攻で、はい、じゃあ先行か。ではバトルスタート。はい、神になったら何をしたいか。そうだよ、ゴッドだよ、ゴッド。ね、神神神神、恋愛、はい、恋愛とか何、恋愛とかを、うん、恋愛感情とかを平べったくする。意味がわかんない。なんか、なんでしょうかね、恋愛感情平等化、平等化する、うう平等化する。そのなんか思い込みすぎて、うん、もうドロドロするでしょ、恋愛とか。あとしてなかったらすごいみんなに彼氏いないのとか言われるでしょ。だからなんか私の場合はもういないのっていうよりも結婚しないのっていう年代にはなってきたんですけど、だからもうそういうことがあるから、その恋愛するとか あるからいけないと思うので、そういうこうグワっていう感情を一回こう穏やかなものに、神として、うん、君泣くなよ。なんで泣いたの。なんかなんか、なんで泣いたの。苦労してない、苦労してないよ。苦労してないわ。なんかその尖ったところを丸くする、神になったら。大丈夫、そんなあなたに神の救いはあると思うよ。神だもん今。はい、わかりました、はい、あ、涙が出てきた。泣かないで、辛い。そんなわけで次は緑川さん、どうぞ。はい、あの子ちょっとイケてるじゃないって思う仕草。はいはい、そうですね、あの子、うーん、中学の時の校長先生。あの子じゃないし、あの人だし、しかもずいぶん年代上だし。いいじゃないですか。だってあの子って上から目線ですけど、ずいぶん上ですけど。なんだろうな、そう思わせる何かがあるんでしょうね。なるほど、校長先生。だって全くそう思わなかったら浮かぶわけがないので、そうですね、浮かんじゃったっていうことで。校長先生、あの子やらせていただきたいんですけれども、はい、中学の時の校長先生、うん、結構トーンが高いんです。っていう、ね、そういう感じなんです、ね、うんうんうん、でだけどなんだろうな、こう大会で部活で優勝したりとかするときにこう表彰状とかそういうの渡す機会がありましてですね、まあ全校生徒の前でやるわけですよ、そういう授与式みたいの、うんうん、で自分もちょっとやっぱトーンが高いって分かってるんでしょうね。だけどそういう時の威厳みたいな、うん、校長の威厳みたいなのを誇示しようとして頑張ってる仕草が好きなんですけれども、うんうん、仕草っていうかね、表彰状。あのね、ゆっくり読んだ最初だけなんです。表彰状、あなたおいでなりゃら。そのね、一生懸命最初だけなんとかしようっていうところが、可愛いですね。やばいな、相当イケてるな。イケてるんだ。気になっちゃうの、あの子のそういう最初の頑張りがって。気になっちゃう、なんかね、あの子って感じでしょ。する、あの子ね、本当は声高いのに。
表彰状って読むんだけどすぐ戻っちゃうの。あの子かわいい、はい、そんな感じで。やめてあの子呼ばわり結構なお年でしょ。わかる、あーわかる。あーちょっと待って、いやこれはねちょっと甲乙つけがたい試合だったと思う。あーなんでこんな時にジャッジになっちゃったんだろう。すごいなんか引き分けとかが欲しい感じがするんですけど、うん、そうですね、まあ、ここは、うん、なんというかなんかこう助けてあげたいっていう気になったので、うん、勝者休み。やった勝った、やった勝ったぞ。なんていうかね、あのまさかの、はい、わかる、緑川さんが身を削った内容っていうのが、うん、こう頑張ってる感がするなっていうのは削ってないよ普通にニュートラルに考えたことですけど、うん、どうかな、みんなが穏やかになればいいと思った。そうだね、なんだかわいそうな子を見る目で見るなというわけで、はい、緑川さんに称号を引いていただきましょう、はいはい、さあ何でしょうか、ペンネーム白ヤギさんたら黒ヤギ食べたさんから、ダメ、なんかヌメヌメしてる、はい、どこがヌメヌメしていくよ声が あの子ヌメヌメしちゃったあれやべ、これ背から離れなくなっちゃった、ヌメヌメしてる、ヌメヌメ、ベトベトもベチャベチャもしてるリトルバスターズ愛、夏目恭輔役緑川光です夏目凛役田宮智恵です。直美くどり役若林直美です。リトルバスターズ R はテレビアニメが放送中のリトルバスターズのラジオ番組です。あーぬめぬめしてる、うん、ありがとうございますね、ぬめぬめしながらも、あのアニメは7話まで放送されたそうですよ。本当に気になる、あの声以外で表現してくださいヌメヌメ感やだよ、ここでこのスタジオでいきなりヌメヌメされたらやだよ、まあ、触らないようにすればいいじゃん、声だけでいいじゃん、いや声の方がいやいいよ、このなんかちょっとずつ抑揚つけてくる感じ、こうヌメ、ね、ヌメといいよね、ヌメヌメしたくてしてるんじゃないんだよ、どんどん激しくなってるじゃん、明らか自分の意思でやってるじゃないですか楽しい、ラジオにも各話数の感想がたくさん届いてるよ。そうですよ、興味ない、アニメから入った人もぼちぼちメンバーの個性や特徴が分かってきた頃じゃないでしょうかっていうことなんですけれども、うん、はい、うん、それぞれこまりちゃんとかのね、うん、ルートにも入りながら、うん、それぞれのいろんな人の個性が分かってきてたと思うんですけど、そうだね、うん、ピックアップするところあっくと何くどくどくどって、まあ、これからこれから、ね、未来があるから、くどにはそうそうそうくどの回はもうすぐ来ますよ、もうすぐ来るね、もうすぐ来るね、うん、もうすぐ来ると思う、うんうん、そしたらもうくど大変だったでしょ、だってあの時何がくどばっかり、くどばっかり、くど特盛りの日があるよ、くど特盛りの日はあったね、あったあった、確かに確かに、そう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 、あでもなんかあの時はすっごい楽しくて、うん、自分がそれをやってるのが、うん、そうでもやっぱり緑川さんに始まる時に、うん、緑川さんなんかもうこういう時ってわーってなっちゃいませんかみたいな話をした時に、うん、緑川さんがなるねって言ってくれたっていうえアドバイス的なものはってっなるねね、緑川さんそう言ってアドバイスしてくれましたよね、どうでしたっけあのなんか、はい、ヌメヌメして気持ち悪いんでトイレ行って洗ってきていいですか、ダメだってダメだってトイレでどこ洗う、しかもどこを洗うってそんなヌメヌメした場所でしょだってトイレで何を変形しようってやめろやめろはい、なんか危ないものになりそうな気がする、変身しそうな気がする、緑川さんがヌメヌメせいじゃあいいっすか進めてはい、はい、それでは参りましょう、リトルバスターズ R ミッションスタート、リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。先週はテンションが上がっちまって悪かったな。アニメリトルバスターズ毎週見てくれてるか？ニコニコチャンネルをはじめオンデマンド放送も多数配信されるから、詳しくはオフィシャルホームページを確認してくれ。ふふん、オムニキンリトルバスターズ。ふふふふん。はい、ご意見ご感想いきましょう。誰からいきましょうか。そうですね。アニメ化によって
あの視聴者層が、うん、視聴者層が視聴者層が視聴者層がちょっと言ってください緑川さん。シュシュもうやっぱ洗ってきていい。ダメだってダメだってどこ洗ったら治るんですかだって。うん、いろいろ試してみて普通に戻るまで洗います。ダメだってだ男子トイレ行った人がびっくりしちゃうでしょ。どん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 洗ってたら。あの今日はちょっと取材も入ってるんで、ここでトイレ行ったらそれ書かれちゃいますからね。行きたい。やめてくださいよ。1月1日の電撃、1月10日ぶりの8月ごめん1月だいぶ先っすね。先じゃない。1月10日売りの電撃ビジュアルアーツさんの取材の方が今日ここに来ていてて、そうです、そうですよ、うん、だからじゃあ恥ずかしいじゃん、ヌメヌメしてた。大丈夫、見た目には出てませんよ。でもわかんない、レポートとかでヌメヌメした緑川さん書かれるかも。なんかスライムコーティングされてたらどうしよう。わ楽しみ。だからダメ、トイレ行って落としちゃう。落とした。恥ずかしい。恥ずかしい。面白い。このまま言っちゃいて、ラジオネーム赤いまんまさんからいただきました、はいはい。私の家の前にはグラウンドがあり、よく中学生たちが遊んでいます、うん、先日家に帰ろうと通りかかった時も中学生たちが野球をしようと集まっており、会話が聞こえてきました、はい、なあチーム名どうする。チーム名はリトルバスターズだ。そう言って大盛り上がりする中学生たち。まさか、わこれはアニメか。きっとあのくらいの子たちは原作を知らないでアニメから入った子たちなんだろうなと思い、リトバスのアニメは新しいファンをしっかり掴んでいるんだと確信しました。彼らが最後までアニメを見終わった時、一体どんな感想を持つのかとても気になります。機会があれば乱入していろいろ話を聞きたいと思います、うん、してして乱入してね。いや、そうか、うん、確かに嬉しいかもしれない。中学生ですよ緑川さん。やっぱトイレ行ってきて、ね、ダメです。話聞いてください。本当にリアルにトイレ行きたいんだったら仕方ないですけど、うん、そうじゃない、だって取材が入ってるから。入ってますよ多分ね、うん、この後のことも考えるとね、行くとしたらここなんだよね、うん、いやいや、なんか隙間で行ってくれた。普通にいい始まる前にもあったでしょ。いやほら違う、ぬめぬめしたから、うん、トイレに行ってお色直ししてきたいって話だから、そう、その今のご意見ご感想始まる前の隙間で行ってくればいいじゃないですか。そう、ね、ちょっとすいませんって収録止めますから、うん、でも始まったばっかだからちょっと悩んじゃったんだよね。でも今は行くんだな。なんでだよ。いやでもどうですか中学生の時の。あでも嬉しい。でもよく考えたらリトルバスターズって一番最初その PC でも全年齢版っていうのが出てて、ちょっと待ってね、はい、何サワサワしてる。あ、ちょっと待って、はい、なんか年齢で話出してるよ、大丈夫。あのだから小学生でそのなんか親御さんになんかすごい吹いてる吹いてる、いいんですか、アイデンティティが失われますよ。おい、お待たせしました。あ、戻った。あ、すっきりした。すっきりした。そう。ウェットティッシュを。さっぱりしてるよ。とりあえずウェットティッシュで何とかしてくれたよ今のところ、うんうんうん、だからなんか小学生でも買いましたっていう人とかいたんだって、うん、あ、前年齢版だからね。そう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 、うんうん、ちょっとお高いものだけどね、親御さんに買ってもらったりとか、うんうん、だからなんかそういう人たちがもしかしたらもう中心になって中学生になったのかもしれないし、あたくさん小さい人も見てくれてるんだなと思うと頑張んなきゃなと思うよね、あれちょっと何か吹きすぎじゃないですか。あれカサカサっとしてる。やべ、吹きすぎちゃった。あれあれ潤いがなくなった。潤いないですよ。ウェットティッシュごときでそんなんなったらトイレ行ったら大変なことになっちゃうでしょ。あれやばいな、ウェットなのに。やばいよ、吹きすぎちゃった。え、緑川さんってちょっとはヌメっとしてるの、いつもいつもしてるみたい。あれはちょっとヌメっとしてるんだ。多少のヌメりは必要。必要かな。失敗した。見たことないな。ラジオネームココモさんからいただきましたよ、アニメリトルバスターズ毎週楽しく見ております、うん、あまりにも面白いせいかアニメでの30分はあっという間、うん、え、今前半が終わったんじゃないのと毎回時間の進む速さに驚くばかりです。しかし最近少し悩み事を抱えております。僕の家には今にテレビが一つだけあり、こちらの地区では22時30分から放送しているので、うん、リトバスを見るときにはだいたい家族全員、父、母、姉、僕で見ているのですが、うん、毎回マサトが出てくるたびに母がねえ
なんでこの子の制服、袖の長さはぴったりなのに丈だけ短いの？と深刻なトーンで聞いてきます。そのために僕はマサトなりに意味があるんだよと、まさにリキのような答え方をしているのですが、一向に母の質問は続いております。母の疑問解決のためにも、僕の充実したリトバスライフのためにも、お三方の中でこの真相を知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひとも教えてください。お願いします。 PS、 母は京介が大好きらしく、理由は声がすごくかっこいいからだそうですよ。緑川さん、お母さんありがとう。あ、急にママ、うるおいだ。こういうので潤い戻っていくんだ。そうなんだ、ね、そうなんだ、応援だ。マサトの短卵のせい？そう、短卵だよ。短卵だよ。そうだよね、うん、あれはお母さん短卵知らないのかな。そうか、知らないか。まさか。お母さん、あれはファッションです。ファッションです。多分わざと丈が短いっていうファッションです。ファッションです。だからあまり深いことを気にしないでください。はい、ジーンズが破れてるのもファッションってあるでしょ？はい、だからお母さん気にしないで。ちなみにお母さん、マサトは一人だけ、一人だけっていうか、ケンゴも着てないけど、リトバスの学園の制服を着てないんです。なぜか、あの人爪襟なんです。そう。ブレザーじゃなく一人だけ爪襟、しかもジーパンっていう、ね。そうそうそう。なおめえ全然着て一個も守ってないみたいな。そう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 。でも怒られないんです。そうなんです。筋肉だから。だから気にしないでください。はい、筋肉のことは、はい、筋肉のことは気にしていただいて、はい、学生服のことは気にしないでください。はい、よろしくお願いします。はい。ラジオネーム猫玉さんからいただきました。筋肉イエイイエイ。緑川さん、タミヤさん、若林さん、オリバーソース。オリバーソース。ちょっと遅れましたが、はい、アニメ版のリトルバスターズアリスマジックの初回限定版 CD を購入しました。ありがとうございます、うん。オープニングのリトルバスターズは、さらに磨きのかかったリタさんの歌声と、うん、耳を駆け抜けていく熱いロック調のメロディーが相まって、めちゃくちゃ、いや、くちゃくちゃテンションが上がり、深夜なのに熱唱してしまいました。わー。そして、エンディングのアリスマジックもリトルバスターズ同様ロック調になり、原曲にはない爽快感があって、ああこういうアリスマジックもありだなと感じながらも、原曲のしっとりとした感じが失われていないところにさらに感動しました。現在に至るまで歴代リトルバスターズのオープンエンドといえばこの2曲だったので、アニメ版になって違う曲にならなくてとても嬉しかったです、うん。いや嬉しいですね。あのロック調ね。そうなんですよ。あれちょっと雰囲気が変わるとまた新鮮だよね。そうなんですよね。三味線とかも聞いてみたいな。三味線で。チャカ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 。ベベンベンベベンみたいな感じで。テテ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 でもやっぱり良いっていう感じなんですよね。そうなの、そうなの。なんかちょっと変わってるところでもみんなやっぱり前々の曲を聴き込んでるからすぐ気づきますよね。あ、ここ違うみたいな。あ、そうなんだ。そうなのよ。今回もとても素敵ですし、 CD の方もぜひ皆さんお聴きください。はい、うん。そしてリタさんがね、ものすごくね、なんかコメントとかでも、自分がこれまで担当されてた楽曲がアニメになった時に、やっぱりアニメの時ってオープニングがこう変わっちゃったりとかするじゃない、うんうん。それでこれまでその歌ってた楽曲がちゃんとアニメにそのまま持ってこられてたのが初めてだったんだって。だからものすごく感動して嬉しかったし、応援してもらったことに感謝してますみたいなコメントをね、前されてました。そう、うん、歌もさ、声もいいしさ、歌の入り方もいいしさ、うん、もうなんかもう難しいんだよね。難しい。みんなもカラオケで歌ってみるといいよ。とても難しいんだよあの曲。まあ知ってると思うけど、うん、でもそれをね、こうライブでもね、歌ってくださったりするし、うん、もう本当に、いやあれをテレビで聴けるのは本当に嬉しいよね、うんうん。ついつい飛ばさずに聴いちゃうもんね。あ、飛ばさないね。そうそうそう。下手したら CM も見ちゃいますもん。見てる見てる。一緒に歌ったりとかしてます。パカクトベーってやってますね。ハモったりとかしたらやだよねテレビに。カラオケじゃないのにテレビ普通に始まったらハモりだして、いきなり
すごいコーラス全部歌えますみたいな。もしくはそのオープニングに合わせて俺はじゃあギターを弾きますとか俺はドラムを弾きますとか言ってうるさいぞってまた言われる。そうだね、彼も夜中に熱唱してるしね。いやしちゃうよね、いや最高でございます。はい、どうもありがとうございました。お便り引き続きお待ちしています。こちらリン、アニメショップに潜入。なになに、リトルバスターズブルーレイ &DVD 初回限定版全9巻をご購入いただき、封入の応募券にてご応募いただいた方全員にテレビに放送エピソードを収録したブルーレイをお届けします。だと ?1 巻を買わないと話にならないじゃないか。12月26日にまた来るぞ。チーム名はリトルバスターズだ。リトルバスターズのメンバーが野球以外をやるならどんなことがあるのか、さまざまな提案をしてもらうコーナーです。いやもう前回楽しかったね。いろいろありましたよ、ね、結構質が高かったですね。おでんは良かったですよ。おでんも良かったです、まあ、季節からね、おでんを食べる機会も増えるから、うん、その時にね思い出すし面白かったですね、うん、面白かったですね、うん、あのみんなが揃ってキンボールを送ってきたから、うん、シンクロニシティってあるんだなって思いました。あシンクロニシティ、びっくりした、本物なんか送ってきたのか。いや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 、どこに聞いてないんだけどと思って、あネタね、ネタ、ネタね、ネタ、だからいやあれどうなんだろう、膨らませたりするのかなネタのことか。本当に送られてきそうだから。ぜひぜひ皆さんやってみてくださいみたいな感じで送られてきたのかと思う。5個ぐらい温泉さんにあの1メートル台の金ボールあったら邪魔でしょ。あどうやって膨らますの、やっぱりこうシコシコシコみたいな。いや多分結構オートでやるやつとかもあるもんね。エアですよ、シュー。あれ口では絶対できない。無理ですよ、多分 3つあったらさ、用意どんで誰なんで用意どんなの、そんな罰ゲームでしょ。誰も喋んねえ30分間ずっとちょっとクラッとしてきましたぐらいですよ、コメントするとしたら。嫌だよはい、じゃあ、今回も早速紹介していきたいと思うんですけれども、はいはい、まず最初はペンネーム目からはちみつさん。 お米を作ろう、ブランド名はリトルバスターズだ。はい、というわけで、はい、お米を作るというのはどうでしょう。マサトとケンゴが田植え。そういう分業ね、そういう分業ね。クドとハルカは稲刈り、はいはい、リンとコマリは精米、はいはい、ミオは袋のイラスト作成、あクルガヤは対人用カカシ、カカシ、京介は動物用カカシ、なんで動物用、リキは葬式です。あ葬式ね、はい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 、お米いいかもね。いやちょっと待って、私さ、うん、作業かよ、そのまんまだなと思って何の比喩もねえなって思ったんだけどそうだね、作るとは思わなかったね本当にね、うん、まさに第一次産業をこれからやっていこうとするリトルバスターズってことだよね。でもさ、まあ京介の動物用カカシってノリでなんかやりそうだけどさ、クルガヤの対人用カカシも見てみたいかなり怖いですよ。あとあのピュンって現れて貴様何をするつもりだとかって怒られるってことでしょなんか言わなくても目だけで殺しそうな。キュンって格好は結構おまぬけなんだけど、はい、なんか近寄るとギロッてひぃっていうか今寒気があのお米作ってる時に対人用って必要かな。いや今はあるかもしんないじゃん、稲刈りギリギリ前になってさ。でもさ対人用カカシはさ、まあ、ある程度何そのトークスキルとかもいるかもしんないじゃん。いや動けないけどカカシみたいに格好してるけど何してるんだみたいなでもさ京介の動物用だからさ、はい、結構難しいよね。あカカシだから動けないし、動けないから来たらえカラスをどうやって追っ払いますか。泣くんだとりあえず会話から会話からするんですか。それかなんか発射するしかないよ、ね、そうですね、もう何か 目からビームとか、目からビーム京介変なスキルが上がってる、うん、京介そんなんじゃないでしょお米作りましょうよ。でもうちらであのね、あのさ、うん、ミルキークイーンっていうお米があって、ミルキークイーン、うん、あのねミルキーホームズってさアニメになったさあのユニットの子たちいるじゃない。そこのコラボレーションでミルキー米っていうのがあるの、うん、あらで今年収穫されててその様子をね教えてもらったりして、うん、いいな自分の参加した作品のお米があるなんて、うん、と思って。それは何 どの程度コラボってんの。そうそうそう聞きたい。ジャケット、もちろんそのお米のジャケットジャケットってやれジャケットお米のパッケージ袋にミルキーホームズがつくわけですよ、やっぱり。でその刈り取りも全部じゃないけどミルキーホームズのメンバーが刈り取りをしてるの。
まあ、ごく一部でしょうけど、ね、いやもう結構あの幸運気に乗ってゴワーって力いっぱい。マジで？そうそう、なんか羨ましいよ。お米か。でもお米はいいですよね。基本的になんかこの前もこまりちゃんの会でみんなおむすび作ったりとかしてたもんね、うん、そうだね、うん、そう考えるとお米はいいかもしれないですね。食べ物のパッケージになりたい。そうだね、はい、うん、じゃあその辺はちょっとね、どこと契約すればいいんだろう。じゃあ向こうになんか偉い方が今日いっぱい来てるので、どなたかにこう今回話を持って波及会社さんのところが、はい、農協あたりとこうね。あ、どうですかねワーナーさん、お米関係ないですかね。お米はない、はい、そこは配給しないでもすごいね、すでにあるんだ。そうなんだ、羨ましい。でもじゃあ2カ月になっちゃう ね、面白そう、はい、じゃあ続いて、はい、ペンネームかわいいはジャスティスさんからいただきました。はい、私が考えるリトルバスターズは探偵事務所です。リキは人柄の良さから相談役。うん、うん、そうだね。こまりちゃんは相談に来た人にお菓子を出す癒し担当。私もそう思った思った思った。京介は犯人の尾行。マサトとケンゴはもちろん実践担当で、はいはい、リンはよくある迷い猫探し。はいはい、ミオッチは動物担当だ。ミオッチは書類や文献関係の調査、はあはあ、ハルチンはテリトリーの広さとマシンガントークを生かして情報収集担当で、クルガイの姉子はその色気でおとり捜査なんかを。ああいいね。あ、クドは事務所の前に立っていてもらいましょう、マスコットとして大変。これでどんな難事件つまりミッションも解決できるはず。なるほど、ね、私ピーポーくんじゃないんですまるでピーポーくんの立ち位置ですよね。いや、そんなことないですよ。だって生きてますからね生きてるからそんな楽なことないですよ。じゃあピーポーくんの横に立ってるキーボー、あれですよね、警棒を持ってる警察の方ぐらいの位置ってことですよね。いや、その中間ぐらいです。中間人間とマスコット中間いや人間でいいじゃないですか。じゃあ、ポジション的にじゃあせめて工藤探偵事務所とかにしていいですか。まあどの程度それを、どこでうちを知りましたか、あ、外のマスコット的なお嬢さんでっていうお客さんが増えたらまあそれもありかもしれないですね。ね、じゃあポスターとかはすべて私にしますね。あ、そうだね、うん、うん、ピーポくんの活躍を見るとそうなるよね。そうですよね、うん、あなたのなくし物を探しますって、うん、あ、でも ね探偵事務所をやってくださいはね、いっぱい来てるの実は、他にも、はいはいはい、ラジオネームやさぐれ羊さん、あとマーチン帝国国王さんからも探偵団を作ろうチーム名はリトルバスターズだということで、うん、メンバーのバスターズ9人で難事件を次々と解決していく、特にミステリー好きのミオが活躍してくれそうですとか、 あと糸バスのメンバーなら学園探偵とかどうですか、Gパンとかあだ名をつけて似合ってる姿が想像できますそれでも、それGパンって筋肉さんのことだよね。そうだね、でも筋肉さんは筋肉さんって呼ばれるからね最終的にリキが解決をするんだけど、うん、実は京介が裏で解決を助けていたみたいな、解決していましたみたいな。私もやっぱ京介は所長的な位置にいると思うんですけどねGパンが言ったか、うん、でもそういう何Gパン的なあだ名も聞いてみたいよね。あ、誰が何みたいな。いいですね、うん、聞きたい聞きたい。もうだってリンはね猫とか呼ばれちゃうんじゃないの。犬ワンワン。京介はなんだろう、腹黒。違います、違う、違います、所長でじゃ、お兄たんお兄たんでいいのじゃあミオとか BL あ、そう呼ばれるわ、呼ばれる、BL ねってすごいコードネームっぽい楽しい、なるほどね、はい、あ、でもいいな探偵。探偵いいですよね。毎回思うけどこういうの見ちゃうと本当に何番外編やりたくなる。やりたい。そうなんですよね、本当に個性様々な人たちが集まってるから、うん、別のこうなんていうかな、こうカテゴリーが絶対当てはまりますもんね。そう、何か難事件を全員で解決するっていうイベントが、うん、もうこれから番外編で一個あってもおかしくないですもんね。おかしくない、うん、やりたいね。ぜひぜひね、いいね、いいね。でも一番俺やりたいのは何、はい、ロールプレイングゲーム的な。あ、ファンタジーですよね。囚われの姫でしょ京介が。囚われの姫でねそう、でも何かしらこう陰でこそこそ動いてたのは実は京介だったみたいなね。一人称がうちの妖精とかいるんでしょ。あ、なんか RPG 系はたくさん来てるから次回読みました、うん、あ、
楽しみ楽しみ。いい、何かな、もうコールサイ妖精じゃないやつがいいな。あれし無口な妖精でしょ。あ、羽音だけがするやつ、ね、やだ喋らしてよ。じゃあせめて羽音もブーンって私が言います。結構いやらしい音でブーンはいはいみたいな。あるいはちっちゃいから音が高いのブーンみたいな。かじゃんかじゃん。それで喋ってないのにたまにおならとかする。一緒じゃん。でもプーっとプーってやった後にさらに匂いがプーって、何をうまいこと言わせてんの。早く次もう終わり。はい、以上チーム名はリトルバスターズだでした。12月26日に発売されるリトルバスターズブルーレイ DVD ボリューム1の見どころを紹介させていただくのです。わほー、今回はエンディングなのです。敵の横を駆け抜ける5番目の人物、みんなで並んで歩いてる時の左から2番目の女の子に注目なのですよ。奥深い名言が生まれた。これは名言っぽいという言葉を紹介していきます。はい、では今回ギャザリン、ノーミっぽくお願いします。はい、わかりました。毎回ノーミっぽいですけどね。はい、ペンネームサングラスかけてるやつは大抵殺し屋さんからいただきました。最近のアニメでよくある戦国武将を擬人化するのって私はあまり好きじゃないんだ。あれあれあれ、いきますよ。ペンネームかば焼きからいただきました。高田ジャパンいいよね。はあ、あら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 、皆さんいきましょう。ペンネームガリーヘソマーさんからいただきました。ファブリーズ飲まなきゃ。ダメ。ペンネームロリ3秒前の受験生さんからいただきました。いいか、中島がカツオに言う野球ってのはインゴなんだ。そうなんだ。ペンネーム千里ルナレベル V3 さんからいただきました。わし東京のもんやからわからへんわ。また奥深い名言が生まれちまったな。さて皆さんいかがでしょうか。今回はなかなか面白い奥深さが生まれてきていますけども、うん、はい、いっぱいあるよ。ファブリーズなんで飲んじゃうの。あのですね、うん、この方はですね、ちょっと待ってくださいね、うん、ほい、友達がニンニク料理を食べた後に言いました。うん、やめて。はい、死ぬよ。ファブリーズは飲んだら結構危ないですよ。うん、死なないと思うけど、他のものでも十分代用できるから。多分ブレスケアって言いたかったんですかね。そうだね、うん、そうだね、そうです、うんうん、はい、あと私が一番最初にホギャーと思ったのは、うん、最近のアニメでよくある戦国武将を擬人化するって、もう戦国武将は人なんですけども。そう、ね、どう言いたかったんだろうね。そうなんですね、まあ、これは友人とアニメの話をしていた時に友人が言った言葉です。友達はすごく真面目にこの言葉を言ったのですが、私は思わず戦国武将は元から人だよと突っ込んでしまいました、うん、きっと友人はキャラクターかと言ったかったのでしょう。ああ、そうだね。私は元の戦国武将もキャラクター化も好きですがねって書いてありました。うん、逆に二次元化するのどうかなってことだよね。元が三次元だからね。なんかあれじゃない、すごいキャラをつけて、うんうん、なんか極端にしていくのが嫌だってことなのかな。うん、キャラクター化って、ね、まあ、でも元のままでやったら随分殺伐としたものになっちゃうからね。おっちゃんだし ね、 だね、全員ね。あ、萌えか、萌えかか、戦国武将を女の子にして萌えにしちゃったりとかさ、あとすごい二枚目にしちゃったりとか、そういう、本当はヒゲ生えてるおっちゃんですけどねみたいな。はー、うん、でもさ、ね、その本人もさ、イケメンにしてもらってたら嬉しいんじゃないの。私もそう思うんですけどね、うん、年上ごとに、まあ、だから周りの武将たちが、はい、お前それがなんかね、そうかみたいなこと言ってる。何、擬人化された後
後に別にいいじゃんか、俺悪いか俺なんかそれ CM でありましたよね、うん、お前映画化された時にお前の役あの俳優やってるよみたいな、だから別に悪い気はしないと思うんだよね。しないですね、かっこいい分にはだからブサイクにされてるとやっぱちょっとね嫌いじゃないけどな、いいですよね、うん、あと高田ジャパンいいよねってこれジャパネット高田を言いたかったそうです、はい、あ別にサッカーじゃないんです、うん、そう なんだっけどの人って思ってた、うんうんうん、ジャパネット高田でした、ジャパネット高田だったのね、いいよね、うん、まさ高田ジャパネットとか言えばよく分かったのにねそうだね、なんか興奮してお話ししてるとそういう場面があるかもしれないよね、あ、ありますか、だからいち早くだからそのことをその今喋ってる内容で言いたくてつい間違って言っちゃうってことあるかもしれない、ね、がじっくり吟味して言う場合じゃなくて、はいこれだこれっていう今言っとかないともうその会話別な話題になっちゃうっていう時に慌てて言うと失敗するケースがあるかも、通販の話してるのにいきなり高田ジャパンねって言っちゃうみたいな、ちょっと縮まってるから言いやすいしね、まあ、あとあのわし東京のもんやから分からへんわってこの前大阪の梅田でそんなおじさんに会いました、なぜ大阪弁、それはなんか大阪的な大阪ギャグだよね、大阪ギャグだよねきっとね、きっと大阪ギャグやで、そうそう東京もんに対してそういう風に言っとくんで、うん、東京の人はすぐそうやってわからんっていうみたいに言われるんだよね、必ず一ボケ放り込んでくるからね、そうだよね、そう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 、なんでやねんって言われたいっていうね、いいですね、あの中島と磯野のあの隠語っていうのは何をやってるんだろうね、今日も俺のバットで違うでしょ、何の話を言いました、俺のバットを貸してやる、何の話だよなんかでもねそういうなんかネタ見たことある、なんか磯野野球やろうぜ、もうやめようよ中島僕たちが野球じゃないことやってること、もう大人のみんなに分かってるんだみたいな、みんな知ってるんだ、僕たちが、よく言ってるけど実は野球じゃないんだ、そうだって二人で野球やろうなんておかしいじゃないか、みんなにはもうバレてるんだよ、僕たちが午後の公園で何をやってるか、二人で野球か、確かにおかしいね、そう他の人がいた時もないし、ね、リトルバスターズとやりたいね、リトルバスターズとせめて磯のチーム来ればいいのにそうなの、中島と磯野で結構なすごい豪華な主力メンバーになるよ、それでいろいろこう誰かづてにあのカツオくんとか中島くんがやってるところとやりたいんだけど、うん、えあの二人野球なんてやってませんけど怖いよ何やってるんだよ、あの確かに私たちリトルバスターズも草野球なんですけれども、はい、あの二人はずいぶん昔から野球をやってらっしゃいませんでしたっけ、でも何やってるかなんだろうね、確かに二人が野球やってる描写って待ってみたいな、探せばあるだろう、あるでしょそうだね、そんな野球やってんだよ、そうだやってる時もあればやってない時もあるよ、キャッチボールやってんじゃん、こわいいこわいいはい、以上奥深い名言が生まれたでした、リトルバスターズ R、早い、来週またあの回がやってきますよ、何ですか、野球、違う野球界じゃない野球界じゃないよ、緑川さんと神田さんが野球をするかい、本当にでも本当は野球やってないんでしょ、え何やってんの真相はまた来週そうか、もうそんな時期ですか、そうなんです、はい、1ヶ月早いですよ ね、 すね、ついこの間あったような気でした ね、 ねついこの間ニヤニヤしたばっかりなのにもうニヤニヤしちゃう、そうなんです、なんであの筋肉宛てのお便りもたくさん送ってください、よろしくお願いします、まあ、すでにいっぱい来てるみたいですけどね、そうなの、マジですか、うん、そうなんですよ、っていうかだってやる前から来てたじゃん、うん、そう関係そんなのやると告知してないのに筋肉に関するお題超ありましたからね、そうなんですよ、その後はすごいらしいですよ、そうですよ、推奨ってことになったってわけだからね、結構難しいのが毎回ネタが全部筋肉だから、うん、話していく内容も筋肉に沿っていかなきゃいけない、何言ってんの、何緑川さんとカンナさんだよ、そうか、中島と磯野ぐらいの経歴を持っている2人だよ、そうか、毎回筋肉ってまだ1回しかやってないんだよ、予告した決めたその後の方針知ってんの、実は知らないけど、だってまだ1回しかやってないじゃん、違うもん、そういうネタじゃない
ないの？だって野球かもしんないよ。あ、次回急に野球になってたら死に、もう本気で謝るよ。野球でもいいな。野球でもいいんだ。野球してないんでしょ、その笑い方は。うん、じゃない。まあでもきっとそんなノリになりそうだね。いやね、どうなるんでしょう。じゃ筋肉じゃなかったら謝ります。あ、そうそう、前言ったんだけど、あの俺とカンナ君がやってる間、二人はすごいあのより素晴らしい女性になるために活動してるってことになってますからね。え、聞いてないよねそんな話。なんだっけな、よりあの、あ、でも素敵なレディーになって帰ってくるって、あ、言われたかもしれない。もうなってんじゃん。より高みを目指しましょうよ。どこに行けばいいの？なんだろうな、より可愛らしい喋り方になったりとか。うん、私の中でね、工藤はねマックス可愛い限界なんですよ。もうプーンプーしかない。小さくなる、小さくなって周りを飛ぶ。いや、まあなんかね、出てなくてもそれに頑張ってくれてると嬉しいなって。そうですね、頑張ります。はい、頑張ります。私はおっぱい体操を始めました。あ、ちゃんとちゃんやってんだね。やってます。なんかあれ効くらしくて頑張ってます。わ、すごいね。おっぱいハンドも買いました。私も。あれ、ギャザリンのあれ、うん、ミッションどうなってんの？ね、数々失敗しててですね。あの、今までまともに成功した試しがないっていう感じで、それもどんどん募集中ですよ。はい、惜しかったね。俺も今日できそうだったんだけどな。ダメです。ウェットティッシュでこと足りるんだったらトイレ行かなくてよかったんですよ。いやいや、あれは違うもん。ヌメヌメしたのだから別に。うん、今日おちっこじゃないから。そっちで行かなくていいでしょう、別に。そんな拭いて行かなくて済むんだったらいいよね。うん、だから。いや、トイレにね。そう、今日はヌメヌメしてたのをなんとかしたかったんです。うんうん、そうですよね、はい、そうですよね。ものすごいカメラマンの方今そこで構えてますからね。来た瞬間激写されますからね。いやー、来ちゃう来ちゃう。はい、そんなわけでお相手は夏目恭輔役の緑川光と、夏目凛役の田宮智恵と、直美くだりふか役の若林直美でした。さようなら。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ、響き、ファブリーコミュニケーションズの提供でお送りいたしました。